お、流れ星落ちてきた。流れ星なんか強そうこいつで、マジで言ってんの？めっちゃ今しれっと食らったけど命の危機すぎてんけど、ちょっとどうしよう。いやでも防御力アップ中やからな。いやちょっとあいつ無理や。いけるぞ。体力増やしたいっすね。あと防御力を高くしたい。いやこれもしかして俺のレベルでは行くべきではないとこに行ってしまってる可能性があるよな。あどーす。様こと孫ことなき勇者ありがとう。世界救っちゃうぞ。ゴーゴー帰る。ん、最悪のやつがおる。ちょっとどうしよう。あぶねこれ一発食らったら絶対死ぬ。おい、お、いいわ、守って俺のこと。近すぎ。え、これどうしよう。木挟め。よし、じゃあ待って、俺ここで終わるかも。これどうしたらいいん、ほんまに。これどうすんのが正解？マジでやめて。マジで嫌。嫌や、俺ここ。スライムもなんかおるしさ。あ、でもあいつ、これでやり過ごせんな。怖えー、マジで怖、終わったかと思った。みんな強いん。ちょっと、こいつも強すぎ。いや、俺マジで服欲しいわ。強い服。いまだに、だって、初期のズボン履いてるからな、俺。やからこんなんで死にそうなってんやろ？正味、体力も有り余ってるような環境でやったら死なへん、俺。ゲームうまいし。アート増やしましょう。アートも増やしたいし、このスタミナも増やしたいし、もう、なんか手っ取り早い方法ないんですか？課金でもいいです。僕課金します。全然課金します。課金させてください。高いとこ登って、祠に向かって、クリアしてハート増やしてっていうのをちょっとやろう。でハートを6ぐらいにしよう。よしよし、ここやっとかなあかんからさ、高いとこに来たんで祠を探します。目で見えるとこに行きたいですね。とりあえずあそこやな。俺は祠に行くぞ。学習した。いやここにある。でまたこれ戻って飛んでを繰り返して一気に稼げるっちゅうわけよ。なんか戦略がおる。無視を呼んでくれたのに無視。そもそも呼ぶときに人種で言うの失礼だと思うんですよね。僕ハイリア人とか言われて、おお、ハイリア人やねってならへんもん。なんか関西人って言われて、おお、関西人ですって別にならへんしな。関西人はこの前どうやったんとか言われてもちょっと、うん、反応に困るかなっていうか、反応しやんかなっていうか、失礼なんじゃないですかね。まあ、これまた血統系やん絶対。はい、えい、やっちゃるでい。冷静に倒すわ。わっしょい、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 わっしょい。まーい。いや、こいつ、強いって。よし、倒した。いいねー。うわ、5個ってなんか、気抜きせえへんな、もう。もうすでに。これ入れて、これ入れて、これ入れて。おい。え、何この音楽。もしかしてめっちゃ上手な料理の時になる BGM 的な感じかな。あ、いいね。ゼリーこれ食べれんのかな。チュチュゼリーと、じゃバナナとゼリーでどうですか。これバナナゼリーになるんじゃないですか。あれ、なんかあいつら言いにくく食うとんな。あれもらいにこれ。お前らええ肉食うとんの。めっちゃ楽しみにしてるやん。どまーい。あ、なんか投げてきとるわ。肩弱いなぁ。この彼方の手に狙い撃ち。うわ、めっちゃ肉の塊。待って、これコウモリか。やばい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 。なんか撃たれた今。え、うわ、相席や、やばい。お前来んなよ。バシリャコ。わからんけど、サクサクいきますか。あれ？クリアした。え？あれ？あの宝箱とかちょっともらっとく？
何がむずかったんここ。やべあやべ難しいなあ。ここ簡単やったな。ここ試練って言うほどでもなかったぞ。簡単と見せかけて不安にさせる試練でしたね。あ、そういうこと。メンタル面の試練やった。ちょっと俺トイレ行ってくるわ。あのモジモジしてんの嫌なんで。モジモジタイム入ってたんでトイレ行ってきます。はい。めっちゃ雨降ってるやん。天候も変わんねんな。すごいゲームだね。でも暗いと光ってるとこが探しやすいから。どうかないか試練。暗すぎて何も見えんな。てかねえ。あそこ。なんか近場に一個ぐらいあると嬉しいんですけど。ねえ。ねえな。いや、てかもうこれ、祠らないな。なんこんなに広いけど、祠らないです。ということを言いながらゲームするわけじゃないですか。祠って何個あるんですかね。どうなんでしょう。うわ、雷降ってる。え、お、雷に打たれて死ぬとかあるこれ。ワンチャンある。ほら、なんかビリってなってないこれ。ほら。なにこれ。これ何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 何何何ええ。うわ。やった。うわ、完全にやった。最悪。うわ、完全にやった。そんなん知らんやんがー。え、終わりやねんけど。え、終わってんけど。嘘でしょ？よー、帰ってきたか。そんなん知らんやんか、もう。気に入らんって言われたで。そこじゃないんだよな。なんでなん、もう。じゃあ、出たけしまーす。よし。始めからするか。無理。無理すぎる。こんなあっさり死んじゃうんですね。ねえ。うわぁ。今回自然は怖いよということは分かりましたね。雨降ってた時点で察するべきでしたか。いや、まあ、まだ、まだ痛くなかったんじゃない。まだ早い方やったんじゃないとだけ思っておきます。ポジティブに。頑張って、あそこまで戻します。まあ、最初に比べたら俺も慣れたもんやで。うわ。すごい。めちゃくちゃ綺麗じゃない。ここから俺の冒険が始まるかと思うと、ちょっと胸がドキドキワクワクするね。俺は学んでるんで、もうマジで食材めっちゃ取るで。今日からゼルダ始めようと思ってます。まだ慣れないふつつかなものですが、よかったら見てってください。これ、字が持ってる？じいさん目がけて一直線やねんけど。喋る。あ、パラセール開かん。これ、危ねえ。パラセール持ってないんやった、俺。でも言うてさ、俺さ、1ヶ月前やからさ、ちゃうわ、2ヶ月前やからさ、忘れてるっちゃ忘れてる。なんかこの落としてくれみたいな言わ。あ、やばい。ごめん。すまね。許してくれ。え、こんなとこ行けみたいなミッションあったっけ。あれ、え、あんなとこ行けみたいなミッションあった。何も覚えてないわ。俺こんなん登った記憶ないもん。全然覚えてない。ん？ん？ごめん、ここじゃなかったわ。こっちでした。すいません。そりゃ覚えてないはずや。こんなんなかった。馬ゲットまで行く？絶対無理やと思うわ。やばい。何が起こるってんだ。あ、スキップしちゃった。見たかった人ごめん。指が勝手にスキップした。もうやめてよ。俺もストーリー楽しみたいのに。もう。裸に木の棒。最悪のビジュアルだ。よし、スキップ。しーちゃんがまま。ちょっと待って。
やさ。いや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 。いや、あのさ、今、触ったか俺。スキップしたがゆえに死んでもうた。いや、あれさ、あそこの位置からスタートさせるのさ、ちょっとさ、最低やと思うねんけど、マジで。おい、マジでありえへんわ、今の。